ここは京都の東の端、山科区の国道1号線。懐かしい気持ちになれるという天むすを食べに来ました。場所分かりにくいやろし、まずは地図を見てください。ここが山科駅。ここが名神高速京都東インターチェンジ。ここが現在地で、お店はすぐ近くです。今回の自転車道案内は超短距離やで、ごめんな。東へ向かいます。すぐそこにあるお食事処ひいらぎさんへ。名前的には普通の定食屋っぽいけど。はい、うどん、そば、どんぶりのごく普通の定食屋さんです。ただこのお店には名物がありまして、それが天むす。ほうほう。上品、おしゃれとは違う、家庭、がっつり、昭和系らしいです。それはワクワクするな。ただ Google マップなどのレビューサイトにちらほらありますが、営業している老夫婦の接客や夫婦喧嘩に注意らしいです。うちはそういう店こそ期待してしまうで。というわけで到着です。お品書き、ここに天むすびとあります。ほう、自家製麺か。鶏卵、のっぺい、絹笠、木の葉など京都らしさがあっていいですね。天むす持ち帰り用窓口。どうでもええけど、自販機が売り切れだらけやな。中には天むす専用保温ケースがありました。天むすび5個600円、お箸、おしぼりともになし。ピクニックや遠足を想起させるアルミホイル巻き。包装なんかこういうのでええんや。こういうのでタレの香りがいいですね。おかずにキャラぶきがあります。ええ感じの大きさや。では食べましょう。米が固めなのが20丸、でも握りは固くない。これ好きやわ。個別に揚げた小エビが2匹、これもいいですね。2匹分の衣のおかげで天をしっかり感じられる。ただ衣は天ぷらというよりフリッターな感じやな。全体的に味はしっかりしていますが、いい塩梅。ではまとめましょう。アルミをくしゃっとすればゴミとしてかさばらんし、お出かけの時にええな。家庭的な味もお外向けや。1個120円と考えればお値段以上かと。ただ一人で食べるには量が多め。ビミってのとは違うが美味しかったわ。心がほっこりした。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。気になった人は自分で食べてみてや。味覚は人それぞれやしな。